はい、エミュー。エミュー。あそこのダチョウなんかすごいちょっと怖いんですが。成長した？成長したよね。血気盛んになっちまった。そう。餌のせいだ。やっぱり餌のせいなんですかね。あとは環境。あれじゃない、今までは少ないカロリーで動きたくなかった。省エネモードだったのが。けども。好きなだけ食べるようになり。おはよう。あ、来てくれる。偉いぞ。偉いね。この間の動画で俺は。うん、手から餌をあげてたんだ。すごい。あ、近っ。お、今来たのはイジーちゃんですね。おはよう、イジーちゃん。見える？ここに雲がいる。うん、うん、やだね。あ、そっちにもいるよ。やだね。申し訳ないが破壊だ。おはよう。おはよう。お、泣いてる？あっち。あっちか。あ、帰っちゃう。うちの餌もちょっと空いてるんだね。そう、一個思ったのは、うん、水色のゴム手袋が苦手なんじゃないか説。え、へえ、怖いのかな。あ、なんか他のエミューの頭みたいに見えるのかな。かな。ちょっと青いじゃん、あの辺。素手でやる勇気はない。おい、どうすか。これなら平気なんかな。どうだろう。餌小松菜だよって。そう、この間小松菜だよで手であげてたけど、うんうん、最後の手袋ゴム手の方には来なかった。あ、そうなんだ。あっちは一向になれない。そうだね。ポコポコ言っているのはどういうことなんだ。君はなんで泣かないんだい。ダチョウが餌を食べる音が聞こえてくる。確かに。洗濯物をパンパン叩いてるし、ね、お水は今日はどうしようかな。おで飲まなそうですね。すごいね。慣れてる気がする。この間さ、うん、チャット GPS にさ、はい、チャット GPS、あの、座長の画像ちょうだいって言ったらさ、うん、エミューの画像出してたの。まだそこも間違えるんだ。これは座長ではありません。どうした？どうした？カメラ気にしてる？そうかな。はい、すごい気にしてる。これで何が一番怖いってかって。前蹴りを食らわされないか。そうだね。怖いですね。やったら最後お前を蹴るかも。めっちゃぐるぐるしてる。そう、前そこの動きをされてちょっとこう恐怖を感じたんですよ。ここで。そう、このすごい近距離。ただ観察してるんじゃないかな。え？観察してるだけじゃな。だと願いたいよね。うん。ね、いい加減人間になれよ。めっちゃ近いな。観察してるだけだよね。超怖いよ。ダチョウだったら親も逃げてる。あ、なんか今触れたよ、この首のモサモサが。大丈夫よね。観察してるんだ。敵じゃない、敵じゃない。
敵じゃない。そうそうそう、敵じゃないわ。すごい。撮ってるコニタンは私が撮りたいぐらい。あ、確かに。それもあり。ちょっと待ってて。おいで。パース。パース。はい。カメラ。はい。ヒビルにすごい必要に観察されるポニタン。面白い、さっきから。ずーっとうろうろ。触っても逃げないよ。うん。そしたら友達になってくれんの。近い距離をうろうろ。釣り。これはどっちなんだろうね。友好の証なのか。かな。警戒なのか。ねえ。背中を取ってやってくるとか。ぐっ。いや、大丈夫そうじゃない。背中に乗せてくれんのこれ。すごい。ここでさ、礼儀正しくしてないとバックビークに蹴り殺される。そうだね、お顔とか そっくりだよね。あ、怪我。そんなに勢いよくやったらハゲちゃうよ。おいで。あ、いて。なるほど、ゴム手が怖いか。そうだね、かわいい。タプちゃんもおいで。急に雨してきてない？大丈夫？ほら。すごいすごい。痛くないの？ダチョウよりは。おお。あ、でもちょっとくちばしが尖がってるから。そうだよね。どうした？かくれんぼか？かくれんぼしてる。ポニタンの影に隠れました。かわいい。慣れてきたんだね、多分。だといいな。な、人間と仲良くなっておけばな、あいつにいじめられることもないよ。はい、かわいい。いいですね。買わないちゃいけない場所買うか。お、こっちです。よいしょ。来た。いじめ子が来たよ。どこどこどこ。あいつばっかり、あいつばっかり。あ、帰っちゃうの、ハプちゃん。みじちゃん。おお、あー。触られるとちょっと距離を取るね。そうね、でも来るよ。ほら。来た。ダチョウよりは優しいね、君。いいと思うよ。メスだもんな。うんうん。あ、すごいすごい。これはサムネだな。すごい。わかんない。黒いからエミューかもしれない。ああ。きっと直したの。前蹴りしないでね。前蹴りしたら俺も前蹴りする準備がある。やられたらやり返すみたいな。かわいい、いいじゃん。エミューのお兄さんになれる、コニタン。2番センチが。いいの、いいの。ほら。泣かないね、君は。くるくる。泣く女と泣かない女がいるのか、エミューには。ねえ。不思議ですね。よ。そんなに虫ったら痛いよ。はい。はい。はい。水は今日は雨降ってるから。うん。いいんじゃない。結構残っております。はい。はい、ということでエミューのお茶でした。はーい。